みんなね、行きます。お待たせー、香川県うどんの妖精さぬどーん。あらよいしょ。はい、いいよいいよ。あらまよいしょ。膝来てへんか、大丈夫。あらがまよいしょ。いやー、行くでー。あらめだめ。あ、さぬどーん、なんか黒いうどんが伸びてるで。あ、違うわ、こうでやった、ごめんごめん。なんか黒いうどん伸びてるわ。長いね、これ。新しいの出たんかな思って、なんか新しい炭入りとかのヘルシーなうどんか違う。そうまた商品開発の時呼んで呼んで。そう1枚噛むつもり。噛む噛むはマージン高いで。今日そんなブラックな話オンステージでするんやったっけ。やだやだ。違う違う、はい、打ち合わせ一切してませんよ。はいねえ、はい、どうぞ。えあのね、何やに、うん、あのすごいものすごく昔をたどるとね、はいはい、初めてひこめに来た時にも来た時にも来た時にも、うん、あの MC さんはひまり姉やんだったということをご存知？覚えてる？覚えてくれてる？あの頃はまだシワの数も少なかったやろ。まだね。え、まだね。認めないよ。そんなことないとか、そういうフォローないの。普通に今、普通に認めたやんな。なんかこう、見た目ももっと真っ白でね。ちょっと後でゆっくり喋ろうよ。純白な感じだったんだけども。いや、目を言うてんで。そんな時、ずれてませんかの。大丈夫。何や、何や。まあ、その時からね。はいはいはい。ほら、いつも、単独じゃん。だね、こうアテンダさんとかがいて、なんかサヌドの眉毛はね、サヌキ恥出してる。まあ皆さんご存知ですか、香川県のね、坂井でさっき丸ちゃん出てましたね。そう、あそこの坂井でからこうドーンと丸亀市にね、これ次15の長いところにこうドーンとこうお山があるのか、サヌキ恥と言ってる、それがサヌドのこの丘の真ん中にあるというねとかいうようなね、アテンドさんがねいないんですよ。だね。それがね、そうそうそう、もうずっとこの何十十年前から悩みで、あそこぼかすんやな。そう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 。それをね、うん、よかったらあのひまり姉やがやっていただけたらなと。ありがとう。初めてね。ごめんね、ありがとう。まあ、あの、レイヤーのとこめっちゃアクセントかけるのちょっと気にはなっとるけどな。どっち若いか後でしっかりちょっと、戸籍チェックしよう。はい、どうぞ。え、どうぞ。はい、それでは皆さんお待たせしました。もう彦根の舞台に帰ってこれて、サヌドンもとっても喜んでいます。皆さん、はい、お気づきですか？サヌドンちょっとぐるっと回れる？回れる？今日黒いうどんあるから気をつけながら回ってね。何何、はい、じゃあサヌドンぐるっと見てもらいます。これ乗っかったかな。はい、皆さんお気づきでしょうか？サヌドンはこう見えてうどんの妖精なんですよ。そんにょそんにょ、ありがとうございます。あ、ごめんね、台本反対向きに回るって書いてありますね。 ありがとうございます。もうええか、もうええか。で、まだ、まだ行くの今。とってもなんか柔らかな絨毯を歩いていた感じ。もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい。え、こういうプレイ好きなんや。もうちょっと行く、もうちょっと行く、分かった。いつも荒波の中です。行く。はい、さあ、そして皆さん、じゃあサヌドンゆっくりでいいから気をつけてね。はい、前見てください。皆さん、サヌドンの眉毛下がってると思いませんか？ね、右から左に下がってますよね。これはね、あの裏でね、怖い音響のお兄さんに首絞められたわけでもなくて絞められた手でございます。私はね、優しいんですけど、時々ね、なんかステージ横にね、怖い MC さんとかいてね、お前ちょっと乾かせやとかいう MC さんとかいたりするって噂は聞いたことはあるんですけど、なかなか気持ちを取り戻せないまま出てきてしまいました。それで困ったわけでもなく、うん、実はね、サヌドン、その眉毛は何か自慢したいものの形なんですよね。アワンツーイヤーホイ、困り眉毛はサヌキ富士あらよいしょ。はい、ありがとう。あ、ここで止めるね。ここで止めるよ。自慢の手。
ですよ。マイク落としていいです。いいよ。そうそうそう。あの長くなあの自己一人一人モードになってる。一人モードになってる。ああそうだそうだそうだ。あのアテンドのお姉さん、お姉さん、そう、さんそう、ひまりの姉やん、一個一個、そう、一個姉やん。あ、別にアクセントかけていいから。はい、そう、さぬき富士、さぬき富士の形をしておりますので、決してね、もろもろあちこちで迷惑かけて怒られて悩みを抱えてるわけではございません。さあ、それから、はい、頭に大きな卵乗ってるんだよね。あ、卵のパーシは、ほんまたま。ほんま、音響さん、カツンと落としてもらっていいですか。カツン。いやー、これ上に響き渡ったね、たまたま。やっぱ一人がいいんじゃないかなって、ほんまに思うんだけど。いきなりね、朝一。いや、けど知ってる人は知ってると思いますけど、結構夜遅いまで別の場所で酷使され。いきなり来たら一緒に上がって MC が言われて、何やんのって聞いたら、お待たせー言われて、おいおいおい、もうええか、十分か、十分か、ちょっと肝心なところ何一つ言ってませんけど、アテンドさん、いや、かきたまやろ、かきたまってなんだよ、かきたま、かきたま、あとは詳しくあのググってください。そうじゃなくて、サヌドン、はい、何か一個、もっとなんか他に気になるところとかない。いや、もうもろもろなんか立ち位置とか生き方とか全て気になるところだらけやけど、それはちょっとね、ここ30分もらわんとちょっと時間短すぎるんで、この辺になんかこう集中的に寄ってるような、なんかしたくないか、なんかやり残すことはない。見てごらん、あれ、彦根城もこっちを見てるよ。ここね、いい場所なんで、彦根城見えてるんですわ。そうだよ、あるよ、やり残したことが。いや、なんでいいの、もうこれで降りるの、降りるの。以上、サヌドンでした。降りていいのか、降りていいのか。ダメだこれ、やっぱり自分でどうにか箱舟に乗っていかないと、旦那が。さあ、ではサヌドン、本気スイッチ入れてくれ。で、皆さん、ご準備はよろしいですか。心の方のご準備と、お声の方のご準備をしていただいて、みんなで心を一つにして、おとなっぷいっちゃいくにゃー、いっちゃって、あ、うどんどんどん、せいかもん、うどんどんどん、せいかもん、うどんどんどん、せいかもん、うどんどんどん、もっと来いよ、うどんどんどん、アポーディーはうどん、アマシュロームうどん、コシンのアルチュンパックでうちうどん、あよオリーブのような四角のむなずし、え、朝のあなたお越し叶えるルヤさんのドワーン、うどん魂唇のせウェーアイウェーオイエーイイエーイイカメンのさらに燃え上がる、うどんが間に劣る、心の重くなし、よっしゃよっしゃ、満足か、いいか、いい感じでたなびいてるぞ。ちょっとこれ直して、え、直すこれも込み、これも込み、どうやって戻す、どうやって戻す、どうどう、もうこれでいいか、これでいいか、これでいいか、アテンド感半端ないですね。じゃあサルドン、もうこれでステージ上では思い残すことないか、ないか、いろんなものは残してるが、もしぜひぜひよろしかったら、青春のね、アテンドさんなんかにもなっていただけたら、分かった、あの、このステージの最後にね、これからも皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もう昔に薪が入ってます。撤収撤収、日本ありがとう、ありがとう、白うどんは回収するから、黒うどん薪付け屋にしっかり持って帰って。